なたは絶対に検索してはいけないと言われるワードをご存知だろうか。検索すると普通のウェブサイト、そんな一見すると問題のなさそうなページに隠された恐怖の仕掛けとは。はい、どうも、アルゴメトリーだ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 、ケンちゃんです。やみ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 かです。皆さんね、どうすか、今おうち時間どうやって過ごしてるんですか。僕はね、もうチャンネル登録ね、してますよ、いろんな。何特に例えばアルゴメトリー、まあ、自分のチャンネルじゃないですよ、もう何言ってんのですよ、もう恥ずかしい恥ずかしいわ、ほんとに。ちなみに私はアルゴメトリーポチ。はい、というわけでね、本日はね、絶対に検索してはいけないシリーズ来たわね。はい、本日はね、一見検索しても何の問題もなさそうなんですが、実はね、一回見てしまったらね、恐怖の果てまで、追い詰められてしまうというね、心臓に悪い系ウェブサイトを集めてみたので、ね、苦手な方はね、ガチで視聴をね、お控えください。はい、というわけでね、一つ目の絶対に検索してはいけないシリーズは、ウォーリーを探さないです。ウォーリーを探さないで、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 見つけた。はい、というわけでね、ウォーリーを探さないでね、早速ね、検索していきたいと思います。やすひろ、ウォーリーを探さない。お、なんか動画が出てきましたよ。だ、まあ早速ね、間髪入れずね、どんどん見ちゃいたいと思いますよ。いきます、3、2、1。お、なんか楽しそうな、おとっきおとっき、ウォーリーいないじゃん。これね、これ。それウォーリーじゃない、女の子。ウォーリーいる？もう女装してないから。え？うん。え、止まった。音楽が止まった。え、何？ウォーリーいないじゃん、これ。え、止まったの、これ止まった。動画は止まってんだけどね。ウォーリーがいないっていうね。ウォーリーいる？全然いないじゃん、もう。このでかいやつ全然いないわよ、ウォーリー、ウォーリーいない、ウォーリー。このウォーリーを探さないでは2002年から2003年頃に誕生したと言われており、当初はフラッシュムービーとして公開されていたんです。しかしその後削除されてしまい、現在ではプレイ中の録画映像を YouTube で視聴することができます。この動画では絵本のウォーリーを探せのように、大勢の人が集まっている静止画とともに軽やかな BGM が流れていて、ついついウォーリーを探してしまうんです。しかしそう思ったのもつかの間、叫び声とともにホラー画像が突如現れるというドッキリが仕掛けられているんです。そして僕たちが必死になって探していたウォーリーは、そもそもこの画面には存在していないんです。いや、いないんかい。だからこそウォーリーを探さないでというタイトルなんだそうなんです。はた迷惑だな。まあね、実はね、このウォーリーを探さないでなんですが、別の人がね、作ったね、別のバージョンのウォーリーを探さないでもあるんです。いい、もう探さないわ、見ていきたいと思います。探さないわよ。はい、言います、分かってるのに、1、もう分かってるのに。さあ、ウォーリーどこかな、ウォーリーどこかな。いないでしょ、どうせいるよ、いるよ、ほら。だってやだって、こいつら黄色好きすぎだろ、こいつら。うん、また止まった、またもね、もうね、分かってっから怖くないんだよね、実際。いや、怖いわ、うん、だっていつ出てくるんでしょ、出てくるんでしょ、どうせ作るかわかんない、どうせさ。はい、続いてのね、二つ目の絶対に検索してはいけないワードは、夏美ステップです。楽しそうな話だ。夏美ちゃんステップ。一見可愛らしい短編フラッシュアニメ、夏美ステップ。しかし、これを見た視聴者の間では、このアニメの登場人物、夏美に、とある裏設定が隠されているのではないかという言説が広まっているんです。というわけでね、早速ね、検索していきたいと思います。夏美、また見ます。え、これこのサイト、そうなんですよ、かわいらしい、かわいらしい。はい、でけえな、でけえな、音でけえな、音でけえな、びっくりした。なになにこれ、アニメじゃん、アニメ、かわいい。なんか変な方混じった。え、普通に綺麗なアニメじゃん、うん、なんかすがすがしい感じがするわね、かわいい。俺こういう子がいいわ、こういう子、うん、ど
どういうこと？なんかこの明るい感じ。どういうことこれ？左上の4月20日23時36分着ってどういうこと？わかんない。いたって普通ね。なんか暗くないの？普通に面白い、うん、綺麗ね、普通にね、夕暮れ。エモミウス、エモミウス、エモミティウス。どこがエモいね。投げないで、あなんか投げたよ。あ、水質汚染、水質汚染。え、なになに、このペンダントみたいなの何？水質汚濁、環境破壊ね。なんで、でもなんか捨てて終わるの、なんか。このアニメの登場人物夏美にとある裏設定が隠されているのではないかという言説が広まっているんです。それは夏美は自分の彼氏を殺害し、その後自分も自殺して死後の世界にたどり着いているというアニメの絵柄とは打って変わっておぞましいキャラ設定なんです。一体どういうことなんでしょうか。もう一度映像を振り返りながら確認してみましょう。例えば7秒、この看板の文字をよく見ると死という文字を表しているように見えないですかね。続いて13秒、夏美が男らしき人物と何やら言い争いをしています。インターネット上ではこの男は夏美の彼氏であり、夏美と破局をめぐって言い争っているのではないかと推測されているんです。その1秒後何か黒い影が揺れているのがわかりますよね。これについては夏美が殺害した彼氏の遺体が木に吊るされて揺れているのではという説が有力とされているんです。続いて46秒、安藤夏美7月20日23時36分着というテロップが表示されているんですが、これは何を表しているのでしょうか。その答えとされているのが1分7秒、夏美が悲しげな表情で電車を待っているんですが、彼女のいる駅のホームの時計に注目してみましょう。時計の時刻が23時36分を指しているんです。ここまで来ると勘の鋭い方はもうお気づきでしょうか。つまりこの夏美ステップには痴話喧嘩の末に彼氏を殺害してしまった夏美が23時36分に駅のホームから飛び込み自殺を図って死亡し、2チャンネルのキャラクターたちが待ち受ける死後の世界に到着したというストーリーが隠されているのではないかと推測されているんです。夏美ステップの作者である竹原氏は後にインタビューで、普通に失恋から立ち直るストーリーをなんかつまんねえと思って途中でストーリー変えたんすよねと語っているんです。いや、確信犯じゃねえか。今回ご紹介した他にもこの夏美ステップにはこの夏美のね裏設定を示唆するようなさまざまな要素が隠されているんです。このねページからねおまけに行けるんですよ、うん、この本家のサイトがおまけ2ってやつかな。おまけ2っていいの、なんか出てきたわけ、うん、すげえ悲しんでる、悲しんでるんだけど、かわいい、めちゃくちゃ泣いてるじゃん。どういうこと、なんで泣いてるの。ね、このね夏美さんがね泣いてるんですけど、うん、実はねこの下にある SWF っていうのをねちょっとねダウンロードしてこれを展開するとねちょっとねあるものが見れるんですよ。このウィンドウをね下にドラッグして引っ張ると言いますよ。えこうなるんです。え、怖い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 、何これ、ね、バール持ってるわよ。バールを持ってるんですよ。しかも足が透けてるんですよね。幽霊ってこと。しかもねこの状態のままね右クリックで再生をね、うん、押してみます。そうすると、こうなるんです。うわわわわわわ、え、こんわ、めっちゃ鳥肌立ったわよ。え、まあまあね、まあ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 、そういうことよ。こんな怖くないっすよ、もういいっすよ、もうこんなのね、序の口っすよ、もうね、序の口もうね、さらに気をね、取り直してね、もうね、ラストね、3つ目のね、うん、絶対に検索してはいけないキーワードね、ファンシーアイランドをね、紹介していきたいと思いますよ。もう早速ね、検索しますよ。ファンシーアイランド、動画ですかね、ネゴちゃんのね画像をね、うん、こうやって押すとね、こうね、また可愛いページが出てきます、うん、ではね、このネゴちゃんもう一回ね、タッチしてあげましょう、うん、ポチッとね、そうすると、はい、ドアが今もう一気にテイスト変わってきましたね、これね。実際ね、ちょっとね、プレイしてみましょう、ね、これね、いや、3、2、1、ポチッ、うわぁ、なに、うわぁ、なにこいつ、謎ゲー、うわぁ、びっくりした。あ、押すとなんかこう移動できる。あ、謎を解くのよ。違うよ、一回戻るの多分。なんか押したらヒントとか出てくるんじゃないの。まあ、大体そうだよね。うわ
うおもう何うわ死んじゃった俺。このファンシーアイランドなんですが、これはサイト内を探索するスタイルでホラーテイストのアドベンチャーゲームを楽しめるというかなり凝って作られたウェブサイトなんです。トップページから離れたが最後、もうあのほんわかとして癒し系だった世界とは完全にお別れ。もうイメチェン激すぎるやろ。さらにクリックすることで場面が進んでいくだけではなく、偽のトップページに逆戻りしてしまうというパターンもあり、あの猫耳の女の子にサイト訪問者が油断しているところでかなり怖い展開が待っているんです。ちなみに面白いことに、このファンシーアイランドは現在もなお管理人によって更新され続けているんです。続きが気になる視聴者の皆さんはぜひトライしてみてはいかがでしょうか。くれぐれも自己責任でね。チャンネル登録と高評価よろしくね。